笹敦之、12月11日から2018年10月10日は、日本の警察、防衛官僚、危機管理評論家、東京大学法学部卒業後、国家地方警察本部に入庁。目黒警察署を振り出しに、東大安田行動事件、連合赤軍浅間山荘事件などで警備、幕僚長として、危機管理に携わる。 1986年からは、初代内閣官房安全保障室長を務め、昭和天皇体操の礼を最後に退官。その後、文筆、講演、テレビ出演と幅広く活躍。危機管理という言葉のワードメーカー。1993年、東大落城で、文芸春秋読者賞を受賞。熊本県出身の政治学者で、後に、参議院議員などを務めた。 笹広尾の次男として、東京市麻布区に生まれる。戦国武将、笹成政の末裔の家系でもある。6歳の時自宅近くで2.26事件が発生。その戒厳下の体験が危機管理人生の出発点となったという。その後、ゾルゲ事件の際に疑われることを恐れた父の持ち物を焼き、後の大東亜戦争になると、父親が、 特攻に怪しまれるようになるが、逮捕はされなかった。旧制成形高等学校を経て、1954年3月に、東京大学法学部第3類を卒業。東京大学在学中は、学生研究会土曜会の中心メンバーとして、活動し、若泉隆史、カ和ヤと交流を持った。東京大学法学部教授の堀戸義子から、 学士助手として大学に残るよう勧められたが、朝鮮戦争や過激化する左翼運動といった世相の中、警察産休職試験を受験して国家地方警察本部に入庁した。警察産休職試験の合格席字は2番であった。若泉は保安研修所入り私学級の道に入った。かすやは笹が学者。 若泉が実務家の適性を持っていると思っていたため、それぞれの選択を意外に思ったという。浅間山荘三島事件入庁後は、主に警備警察の分野を歩み、目黒署などを経て、警察大学校助教、警視庁外事課長代理、大阪府警察外事課長、外務省在香港総領事館領事、警視庁公安部外事第一課長、同警備部警備第一課長、 同刑務部三事関検人時代一課長等を経て、警察庁刑務局監察官係警備局付、警備局調査課長、同外事課長、同警備課長、三重県警察本部長、警察庁刑事局三事官を歴任した。1 9五十年代から九百七十年代の東大安田行動事件、浅間山荘事件、姫百合の当事件など数多くの学生運動や、 審査翼のテロに対する警備実施を指揮した。また、瀬島竜造をはじめとしたソビエト連邦のスパイ取り締まりや亡命事件などの外事も多く手がけた。1964年1月より、ケネディ大統領暗殺事件調査のため渡米。その後東京オリンピック警備などを経て、1965年より外務省に出向し香港総領事官領事の命を得て駐在。 1966年12月に起きた12.3事件や1967年5月の香港の中国共産党系暴動、さらに1968年1月の南ベトナムでのテト構成などに遭遇。テト構成の際は、最後の日本大使館に牢状を余儀なくされる。1970年11月25日に起きた三島事件では、 当時、刑務部参事官県人次第一課長だったが、上司の土田国安刑務部長から、君は、三島行き落と親しいのだろう。すぐ行って説得して辞めさせろうと指示を受け、警視庁から、市ヶ谷の現場に駆けつけたが、三島自決には間に合わなかった。後年佐沢遺体と対面しようと相関室に入った時の様子を、足元の絨毯がじゅくっと音を立てた。見ると血の海。 赤絨毯だから、見分けがつかなかったのだ。今も、あの不気味な感触を覚えていると述0している。警備課長時代の1975年には、姫百りの当事件に遭遇。7月17日の皇太子到着当時、皇太子を呼び、同妃の訪問に先立つ地下号内の安全確認を主張したものの、沖縄県知事、沖縄県警察の担当者らに、聖域に、 土足で入るのは、県民感情を逆なですると、反対されたために実施できなかった。警備責任者である佐沢辞表を提出したものの、受け取りを拒否され、三重県警察本部長に転任した。その後、1977年より防衛庁に、出向する。防衛庁では、同長官官房長などを経て、防衛施設長長官に就任した。 厚木吉や管理着陸訓練を担当し、加藤光一防衛庁長官と不仲で途中で辞任することも考えたが、1986年6月に防衛施設庁長官で退官する。1986年7月1日、第3次、中曽根康弘内閣で初代の内閣官房内閣安全保障室長に就任した。中曽根康弘。 竹下登、宇野宗介の三人の内閣総理大臣に仕える。安全保障会議事務局長も務める。リクルート事件など政財界を騒がす事件が起きたものの、1989年2月に行われた昭和天皇体操の例の事務ドリッシュ切りを最後に、同年6月に退官した。退官後は、後藤田正晴をはじめとする複数の政界有力者から、 いわゆる天下りや自由民主党からの政界入りを進められたものの、それらを辞退して個人事務所を開設し、危機管理をライフワークとしてフリーで活動する道を選んだ。現役官僚時代から著書が多く、退官後は多くの著書を上司し、そのうちのいくつかはベストセラーとなり、浅間山荘事件など映画化された例もある。同作には、 本人も映画館の客として、亀を出演している。1990年の湾岸戦争では、首相格外補佐に就いた。またその後、1994年には、日米文化教育交流会議日本側パネル委員、就任。内外情勢調査会理事。1996年には新官邸危機器、管理懇談会のメンバーに選ばれる。 また、1991年のソビエト連邦の崩壊、1995年の阪神、淡路大震災、地下鉄、サリン事件、1996年のザイペルー、日本大使皇帝選挙事件、2001年のアメリカ同時多発テロ事件、2003年のイラク戦争などの際には、コメンテーターとして民放や NHK などのテレビ番組に出演している。 2006年7月には日本美術刀剣保存協会の第7代会長、刀剣博物館館長に就任した。親友であった石原慎太郎が参戦された2007年の東京都知事選挙では石原からの要請で石原陣営の選挙対策本部長を務めた。この時に用いられた反省しろよ、慎太郎。だけど、やっぱり慎太郎のキャッチコピーは サザの発案によるものである。また2012年9月に行われた自由民主党、総裁選挙の際は、安倍晋三総理大臣を求める、民間人有志の会発起人に名を連ねた。晩年も著作、講演活動を続け、またテレビ番組などで、コメンテーターとして出演していた。2018年10月10日午前2時40分、老衰のため、 東京都内の病院で死去。87歳没。戦国時代の武将、笹成政それより下って、時代劇、水戸黄門で知られるスケさんのモデルとなった、笹宗厚の兄、笹勝郎を祖先に持つ。西南戦争で西郷軍に組みし、後に最最高を創設し、衆議院議員を務めた、笹智房は祖父。 政治学者で、参議院議員の笹広尾は父。朝日新聞記者、作家の笹勝明は兄。日本婦人有権者同盟代表で、参議院議員の木平慶子は姉。ありがとうございます。